それではですね、激戦を勝ちました上位8選手、選手紹介をしたいと思います。皆さん、盛大な拍手でお迎えください。予選コンディション、川崎圭一番、中村直隆選手、どうぞ。東京都グランエントリー、さあ、お付き合いさせてください。中村さん。予選セカンド1投、川崎圭一番は横川俊二選手、どうぞ。埼玉県からエントリーです。予選サードミット川崎圭様は五十嵐久男選手、どうぞ。静岡県からエントリーです。続きまして予選4番目とこう言ってですね、川崎圭馬は大塚日和選手、どうぞ。茨城県からエントリーです。さあ続きまして予選5番目とこちらも女性ドライバーが入ってきました。川崎圭馬は稲垣彩子選手、どうぞ。埼玉県からエントリーです。さあ続きまして予選6番グリッド川崎県6番岡島啓太選手、どうぞ。地元神奈川県からエントリー。予選7番グリッド、カーゼック7番は清水翔一選手、どうぞ。北海道からエントリーです。そして見事勝ち上がってきました8番グリッド、カーゼック8番は藤浦明美選手、どうぞ。山口県からエントリーです。さあスポット開催日産 GT 選手権クラスの上位8選手、今からチャンピオンがこの後決定いたします。さあ8選手コースオープンいたします。準備をお願いいたします。コースオープンです。停車完了チェック OK です。各社スターティンググリッドにスタンバイしてください。小龙虽然你挡了你在那边站 OK さあこの後ですね、合計6クラスの決勝 A メインですね。各クラスのチャンピオンを決めます。まず最初のクラス、スポット開催の日産 GT クラスになります。さあ2回の予選を勝ち抜いてきました8選手によってこの日産 GT クラスのチャンピオンを決定いたします。全車カーのチェックを取りますので、スタートミックで参加してください。はい、それでは出揃いました。日産 GT ガス決勝 A メインスタートです。
決勝エンディング8分間の周回レースですね。かなり長丁場のレースになります。さあ、皆さんのね、ドライバーの方の操車のすぐ下にあるパネルがですね、予選順位を意味しておりますけれども、ちょうどね、左から4番目、川崎キー1番の選手がホールポジション、川崎キーとは中村直隆選手ですが、現在3周をクリアしているトップに移動ありました。川崎キー2番、2番のパネルで走行します。横川俊選手は現在ところレースリーダー、レース序盤戦を引っ張っていきます。川崎キー1番、あ、またこれに川崎キー1番中村選手にトップ変わった模様。2番手川崎2番横川選手、3番手に川崎2番大塚日和選手上、4番手に8コース藤井田選手、5番手に6コース岡島選手、6番手5コース稲垣選手、7番手3コース稲垣選手、8番手7コース清水選手のオーダー。1分40秒経過したところ、走行時間残り6分20秒。さあ、ポールポジション川崎1番のマシン、シルバーのマシン、今バックサイドから1コーナーに入りました。そしてコースセンターセクション、バックマーカーのすぐ後ろに来ましたシルバーのマシン、川崎6番の後ろに来ましたね、トップのマシンです。走行時間残り5分50秒、レース序盤戦じわりじわりその差を広げてきました。川崎健一は中村選手のマシン R35 シルバーのマシンですね。今バックスだから1コーナーロータリーを回っていきます。2秒後方に川崎健4番の大塚日和選手が2番手に上がってきた。さあ、その差は1秒8と、そしてそのすぐ後ろ B ビンクが勝ち来ました。藤浦明美選手現在3番手を走行中。さあ、今回夫婦でご参加いただいております藤浦選手、山口県からね、アルバレこの横浜日産グローバル大会、旦那さんはね、今後ファイナルチャンピオンシップの代表選手という方ですね。さあ、時間の方4分、残り時間4分50秒日産 GT 選手権を優勝記念をしましたクラス、スポット開催となります。予選2ラウンドを勝ち抜きました上位8選手、トップを走るのは川崎県4番の大塚選手に変わった。4番のパネルのですね、左から3番目の女性ドライバー、この中では一番若いかもしれませんね。さあ、その大塚ひとり選手は現在レースリードを保っています。グリーンのカラーリングのマシン、今計測ラインから S 字を抜けてバックストレート入り口、茨城県から参戦しています。19周クリア、ベストラップ11秒62をマーク。さあ、2番手の差を見ていきましょう。2番手はポールポジションの中村選手ですが、その差4秒5と少し差が広がってきたでしょうか。さあ、走行時間残り3分50秒、ちょうど、ね、折り返し点を迎えたところですので、まだこの後、ね、どういった展開になるか。3番手に川崎県5番稲垣選手浮上、4番手に2コース横川選手、5番手に8コース藤浦選手、6番手7コース清水選手、7番手に3コース稲垣選手、8番手に6コース岡島選手。マシンはグリーンのマシンですので、前方走るマシン周回遅れになりますので、グリーンのマシン近づきましたらインを開けるようお願いいたします。トップのマシン今バックストレート入り口に入りました。さあ、そして2番手川崎健1番中村選手、
はい、今大塚選手の後ろ走行しております。その差約2秒。さあグリーンのマシン現在レースリーダーです。ターテック圏6番の後ろですかね。走行時間残り2分30秒。さあここに来てベストラップを更新したのはカズキ1番中村選手、今の瞬間10秒91と唯一10秒台でいきました。この決勝に後半に来てラップタイムを上げました。さあこれトップに変わった。さあ中村選手レース後半に来てラップタイムがどんどん上がってきます。さあこれちょっと転倒があったものはまだトップ手2番手に4コースの大塚選手。さあ今度は3番手に5コースの稲垣選手、その差4秒。稲垣選手とマシンはアットコースセンターでマシン1台転倒します。はいコースクリア。はいホワイトとパープルのマシンですね。今ストレートを走行中。トップは1コースの中村選手、2番手に4コース大塚選手、3番手に5コース稲垣選手。残り1分30秒。レース時間残り1分15秒。さあ中村選手は11秒台の前半でまとめてきております。このレース後半に来て2番手以降かなり差を広げてきた。さあ2番手を走る大塚選手、ターゼッケン4番、3番手に5コース稲垣選手、その差3秒5。4番手にターゼッケン8番藤浦選手。残り35秒。残り20秒。残り10秒。さあ時間はここで8分を経過。これより先コースとなります。2コース、1コース、6コース、57コース5、5コース5、全車ゴールです。さあ日産 GT クラッシュ見事優勝は川崎一番中村選手、おめでとうございます。そして第2位は大塚日和選手、そして第3位は稲垣綾子選手。はい、おめでとうございます。全車お年寄りになりますのでマシンと送信と持って車検コーナーにお越しください。以上をもちまして日産 GT クラス終了です。